いや最高ですね。とにかく仲いいですね。もうこのスキー上手い人たちと滑るだけでももちろんいいんですけども、それにやっぱ仲の良さっていうのがやっぱ東北らしいなっていうことですごく楽しいです。いい意味で干渉してないですよね。多分個人個人にいたらわがままな人もいるだろうけど、誰も干渉しないし気にしないみたいな、自由でいいです。最高です。もう絶対楽しい撮影になるっていうのはもうイメージできてたんで、その通りになってると思います。カメラ入るっていうのは初めてなんで、なんかね、撮影してる感じはほとんどない。本当に遊んでる感じですごく楽しいですね。まあ、なんかみんながそれぞれこう尊重し合って尊敬し合って無駄に褒め合ってなそのこういう雰囲気がものすごいいいなと思います。もう大好きですね。共に過ごした時間が言葉以上の絆となって今の自分を支え、時には背中を押してくれる、そんな仲間と共に滑り雪上での楽しさを今一度分かち合いたい The Session。 今回は東北です。ちょうど1年ほど前、とてつもなく雪不足だったことを覚えていますか？そんな中でもしっかり雪を降らせてゲレンデは待っていてくれました。真っ白なゲレンデを前にみんなワクワクそわそわ。先に合流した渡辺浩二さん、金子みのるさん、佐藤麻子さん、そして大和あかりさん、東北出身4人組でのパウダーセッションです。場所は八幡平リゾートの下倉スキー場。まずはゲレンデパウダーを楽しみます。ファットスキーの感触を試した一行はいよいよ次にランに向かいます。でもその前にパウダーが得意な渡辺浩二さんからパウダーレッスンがあるようです。まあ皆さんにパウダー&ツリーランのまあちょっとしたワンポイントやってみますか。今日めっちゃ雪が深いのと、あとは若干湿雪で重いで、基本パウダーって足閉じるんだけど、溜まってるとどんどん失速して板浮かないから、たまにこうあれ止まりそうだなと思ったらちょっと開く。ポジションはもうほんと垂直、斜面に合わせない。ターンするときにこう荷重するんだけど、もう本当にかかとだけ板に押し込んで、で反力をもらって雪の上にポーンと飛び出せれば、切り替えは空中でできるから、方向もあんまり変えすぎない方がいい。15度ぐらい15度15度15度。だからこれは上級編です。雪の下にこうスキーが入っていくときにこうやって雪を踏みます。で危ないのはやっぱりね、こうマウンドしてて奥が見えないときはやっぱりこう何があるか分かんない、知らないところはやっぱり突っ込まないこと。ほらこういうのが危ないのよ。なるほどね、段差だから。ああ滑れた。やっぱりこういうところで転ぶとなかなか立てないんですよ、うん、なので一人で行かない方がいい。ほらああいう風に一人じゃ立てないのよ。
だそうですね。いや本当そうだわね。やっぱね、山行くと絶対ね一人は危険だから、うん、やっぱ知ってる人と行くべきだし、うんうん、人数が多いほど、うん、まあこのぐらいだね、4人ぐらいだったらベストだよね、うん、非常にためになるレッスンありがとうございました。さあ3月の少し重めのパウダーですが、下倉スキー場のツリーランエリアを満喫しちゃいます。宿泊は八幡平リゾートパノラマスキー場に併設されたマウンテンホテル。迎えてくれるエントランスでは木をふんだんに用意、落ち着いた雰囲気に仕上げたロビーラウンジ。柱や壁にはホテルの三角屋根をモチーフとしたヘリンボーン模様が施されています。最上階のマウンテンルームではウッドブラウンを基調にした山小屋風のデザイン。こだわりのシモンズベッドは程よい硬さで上質な寝心地をご提供します。夕食は野菜料理から郷土の味覚までビュッフェでお楽しみいただけます。メインと合わせて新鮮野菜のサラダや山の幸の天ぷら、前菜から締めの料理やデザートまで好きなものを好きなだけご堪能できます。一行は遅れていた渡辺秀文さんと合流、夕食後に座談会を開きました。東北を中心にいろんなテーマでいろいろ語り尽くしてもらいます。お国自慢ということで、僕秋田出身なんですけど、やっぱ生ハゲ。生ハゲって 何なんですか。え、すいません、生ハゲって神様ですよ。青森だと、そういうこと、生ハゲじゃない、そういう意味、生ハゲって言わない、山柄モコ来る、モコモコかわいいやモコってどんな形のやつ、わかんねえ山形はなんか味の方には、鬼とかそういうのいないからねいるじゃん、即身仏。あれはさ、あの怖いよね。違う、あれは違う、怖いとかそういうものじゃなくて、拝む、拝むものだった。まあそうだけどね。何、促進術じゃない、知らない。へぇ、隣の県なの、グーグル、グーグってみる。ミイラ、ミイラ、ミイラ、うん、宮城、宮城、わかんないですけど、東北ってね、米うまいじゃないですか、そしたらこうじゃない、酒ね、まあ、酒ですね。だって秋田困っちゃうじゃん。まあ、そうだね。あ、山形って、つや姫なんでしょ。そう、宮城だって、笹錦とか、最近、伊達政夢とか新しい、気合いの、うまいの、それ食えよ実は今回東北といえばお酒ということで、
おすすめのお酒を皆さんにご用意いただきました。マモリ安藤水郡鰺ヶ沢町のお酒です。尾崎修造さん。じゃあいただきます。いただきます。はい、辛口、うん、うまいね。って書いてやや辛口、甘さがあって辛いって、うん、最後辛いよ、ね、うまい。だってこれ漁師町だよ、住所。そうそう、漁師町、漁師町、こっち側ってこと。青森県西津軽郡、そう、日本海。俺はね、あの今回来る前に玄関に日本酒忘れてきたんだけど、これ秋田のだけでしょ。正直に言っていい。あ、そうだ、これあん、いやいや、違う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 、はいはいはい、これ秋田のだけだ。そう、私は主人が秋田の出身なのでよく家に出入りするお酒です。そう、いや、これ美味しいやつだ。おお、生でシューってなってる。生がね、違うんですよ。これはこれはダメですね。これはどうですか。宮城の、はい、お酒いきましょうか。はい、僕の地元七ヶ宿の山の雫っていう米を作ってまして、それのお酒です。川になる前のその水を直接田んぼに入れて、綺麗な水を使って育てる米。これも素晴らしいですね。これも甘いね。甘い。あ、飲みやすい。お米って味全然違うんだよね。なんかよく分かんないようになってきた。嘘でしょ。嘘でしょ。で、これはあの、はい、ガッサーワインの村民還元っていう、あの村でしかこのラベルは貼ってないんだよ。村でしか売ってないの。あの山ぶどうで作ってるワインなんですよ。そこが違うんだよね。いただきます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 。あ、さっぱりして美味しいよね。すっきりする。東北の中でもその場所その場所での特徴があり、こだわりの味を堪能した皆さんに続いては質問をぶつけてみました。このメンバーでポールを滑ったら自分が一番うまい。真面目に回答してる。俺真面目に回答してる。俺も上手くなってると思う。このメンバーで成長滑ったら自分が一番うまい。このメンバーでパウダーを滑ったら自分が一番うまい。今日ね、このメンバーで自分が一番スキーが下手くそだ。自分が一番東北を愛している。そして酔いが回ってきた頃、話はこれからのスキー界についてと進んでいきました。なんかお金がかからないで、まあ、スキーができる、スキーを始められるみたいな取っかかりが。なんかさ、レッスンにこだわらないで、うん、そうそう、なんかイベント、うん、なんかレッスンってさ、いかにも習うみたいな、最初の人がさ、いけないから、うん、こういう人たちが、上手な人たちがいるみたいなイベント、こう雪遊びでもいいし、うん、スキー場で遊ぶとかさ、山に入るとか、まあ、遊ぶイベントをしたらいいなと思う。なんかね、うん、コーチやってて、変数取んなきゃダメとか、多分すごいそういうのに縛られてるから、遊び方を知らない、スキーの。だから必ずこう途中で楽しくなくなっちゃうけど、私たちって遊びでしょ、違う？なんかもう、いや今日の撮影楽しかったって、お楽しいってならない。だからそれが一番最初にその教わる人たちがそれを教えてくれないと広がんないですよね。大人になってくると
ちょっとスキー知ってくると、うん、今度は見て楽しむみたいな、うん、こう上手い人のやつを見たいって思うじゃないですか、うん、だからそういうイベントをやった方がいい、うん、なんかイベントをやった方がいい、もっと、うん、レッスンじゃなくて、うちのスキー場はさ、その R 天国っていうキャッチフレーズで、うん、あれいいよね、うん、なんか雪がめちゃくちゃあるから、うん、もう本当に何パークもそうだけど、そのゲレンデ内の造形とかがすごくて、うん、遊園地に行ったら全部に乗り物のお金かかるけど、うん、スキー場に行ったらリフト券代を払えば、うん、いろんな場所で遊べるスキーを履いて、うん、パークがあったり、うん、子供たちのキッズランドがあったりみたいなのが こっち側からこうどんどん提案、それがこう日本で当たり前みたいな、テーマパークみたいなスキー場、うん、あの付属じゃなくてスキー場に遊園地をつけると、そういう付属じゃなくてもゲレンデで、だって雪国だから、うんうん、みんなそれぞれいろんな思いがありますけど、うん、はい、まあ、この東北を代表するスキーヤー5人で、ね、日本のスキー界を引っ張っていくぐらいの気持ちでやっていこうじゃないか。どうぞどうぞどうぞよろしく。そういう気持ちでね、またスキーに携わっていければ面白いかなと思って、はい、またみんなで仲良くスキーして、スキー楽しめたらいいかなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。自分たちが感じている楽しさを次の世代へ、気の知れた仲間から飛び出したこの言葉を胸に夜は出ていきました。翌日も快晴に恵まれた下倉スキー場、やっと揃った5人でゲレンデグルーミングセッションです。しっかり滑った一行は最後に食後のコーヒーをかけて勝負。やったー、あかり勝った。じゃあ飲んでください。お疲れ様です。優しいよね。優しい、やっぱ先輩だ。わざと負けてくるから午後、こんな仲睦まじい5人に一人のゲストが送り込まれました。今日ね、なんかすごい人がここにいるんだってらしいね。え、ね、誰かわかんない。誰誰、じゃあみんなで呼んでみましょう。はい、せーの。おー、ね、まあ、技術戦、うん、去年ね優勝して、うん、で、まあ、技術戦だけじゃなくてもちろんアルペンの国体とか、うん、あとは何、ワールドカップ、
出てるからもう本当にね、もう今日は嫌でしょ。え、嫌でしょ。嫌だ。何が嫌でしょ。嫌だ。まだ企画言ってない。嫌でしょ。いい、いるだけで嫌でしょ。いや全然遠くだからね。こうやって来てくれたからさ、ウェルカム。いい、今日は嫌でしょ。武田ルーに挑戦。 GS。 よし、イエーイ。 GS。 GS。 これ何、急遽。急遽。急遽。ワールドカップに出た、国体勝ってる、全部勝っちゃったけど、その武田龍に挑む挑戦。まあハンディもらった方がいいじゃん。え、必要？ハンディ必要？必要？先輩方っすよ。僕は全然あの同じね、勝負を挑むって、勝負ってやっぱハンデとかだった。じゃあ私はお願いします。早い。これみんなあれですよね、脱いだりしないですよ、ね。うん、いや全然脱がない。だってその準備してきてないもん。そうだよ。タイツ。タイツでやるはないよね。履いてないんだもん、タイツも。ないよ。やるか。やっぱ負けたらさ、罰ゲームか。負けたらあれでしょ、土下座でしょ。土下座。そうだ。参りました宣言。宣言。まあじゃあやろう。やってみましょう。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなおのおの準備してるよ。みんなおのおの、おのおの。突然訪れた武田龍さんとのガチンコ勝負。さあどうなることやら。よし、行け、おらえ。先輩、頑張っす。結構ガチやん。これもう10年ぶりくらいなんだけど、ポール4番です。怖っ。脱いじゃうんだよね。ビルベナゴールしたらこれ。ずるいわ。
あのね、みんなで、みんなで、あそこの林から龍が出てきて、この姿で指さしたから。おい、怖い、ちょっとこれやばいよ、本当に。そうだよね。だってさ、負けらんないじゃん。1番佐藤選手、27秒38、はい、2番大場あかり、25秒65、3番金子実、24秒93、4番渡辺浩二、24秒69、5番渡辺秀文、うっせ25秒32、はい、遅くねえじゃん。チャンピオンは23秒96。あと3秒さ、ワンピで戦ってやっぱり負けましたね。やられたね。でもみんな準備不足じゃない。まあそう、ワンデーでいくと金子実選手勝つ。うわー、浩二くんも勝ち、完全勝利。イエーイ。渡辺くんはちょっと残念だったけど、女子はね勝った。イエーイ。結果これで、俺が勝ったのはただ一人。俺だけ。リュウさん、戦いを挑んで、すいませんでした。頭を上げなさいよ。まあ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 、もうよろしいですよ。やめなさい、やめなさい。先輩方、調子に乗った言動をしてしまって。坊主にもしてしまいました。どうも、すいませんでした。もうちょっと練習が必要だな。まだまだ。そうだね。何なんだ。やってられねえな。これが東北だ。やってらんねえな。東北だ。完全アウェイだな。バレないように準備してきた。仕込むわ。車から出してきた。エイスするわ。久しぶりのくせにみんなうまいね。意外と滑るよね。ちょっとマジ怖かったよ。でもザ・東北セッションいかがでしたか。東北の地で鳴り響いた弾む声、笑顔、雪山というステージがより一層仲間を盛り立てて楽しさを演出してくれました。日常苦しく辛い時もまたどっかのゲレンデで仲間と会えると思ったらなんだか元気が湧いてきませんか。皆さんも仲間を募って雪山セッションしてみてください。そこではきっと心の底から笑える瞬間が訪れるはずです。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。